この検証会の人たちのはね、浅井翔平自体もそうなんだけど、物事をね、白か黒かとか、ゼロ一っていう発想しかできないんですよ、頭の中。ああ、そう、私も思います。もう、いいか悪いかとか。うん、丸か四角かとか。あ、それはないか。丸か×かとか。よく言うんだけど、よく僕も例えてるんだけどね、動画で。要は、円錐形っていうのは、その真横から見れば三角形にしか見えないわけですよ。で、上から見れば円形になるわけだよね。そうですね。でも、円錐形ってのはやっぱ明らかにその立体的に丸っていう部分もあったり、部分によっては三角に見えたりというだけのことで、円錐形の存在そのものはもうみんなわかってるじゃないですか。ところが、知能が低いものから見ると、もう三角形は三角形にしか見えないから、円錐形っていうのは絶対三角形だと主張するわけですよ。でも逆の立場から言うと、何言ってんだと円錐形はね、丸なんだって主張するわけだよね。これが相入れないでしょ、ずっと、そのレベルの知能では。そうですね。検証会の学問、浅井翔平の教育はこのレベルなんですね。そんなレベルなんですか。だからさ、御所の解釈はみんなそうなんですよ。字の階段がどうだとか、字の階段がどうだってことも、円錐形なんだっていうふうに見ればさ、ある角度から見れば三角形だけど、こっちの角度から見れば円形とも見えるよねっていう、そういう意味の字と字の階段の尺なんだけど、本当の方に。はいはいはい。それがわかんないもんだから、何言ってんだと。光線ルーフの暁にしか字の階段は現れないんだ、つってそこにもう終始。同じなんで、もう一字が万事で、直線並びに右往生っていうのも、もう絶対に天皇の直線と、それから国会の議決がなきゃダメだとかね。それはもうまさにこの、0と1の発想しかないっていうか、白と黒の発想しかないから、五条のその立体的な深みっていうものが全く読めてないからね。ああ、まあそうですよね。私は今日の時はあまりないんですけども、それでもやっぱりその検証会員のそういうところっていうのはわかります。なぜかっていうと、